私もうろ覚えの話なんですけどね、もう何十年も前に聞いた話なんで、でそこをポイントとして一周回って右へ曲がってね、右の方へ曲がると根黒寺行くという道があるんですね。そこへ曲がるとなんかちょっとくねくねしてて、であの地元の方ってご存知だと思うんですけど、ぐるーっと一周してその電話ボックスに帰ってくることができるんですよ。でそれを競争しようやっていう話になって、で競争したんやけれども待てど暮らせど帰ってけえへん、で帰ってけえへんでおかしいなと思ったら、電話ボックスの電話が鳴ったんです。もうね、怖いよ、もう食べてる、そんな話してないんだ、見てこれ見てこれ見てめっちゃすごいやめっちゃ怖いわな、ほんとめっちゃ怖い、うん、で、ごめんな、俺途中で事故ってんの、帰れやん、あかん、もうやめて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 、ずっとそうややってて、あー怖い、そこでもそんな話いっぱいあるんです。それ怖い、ほんまにお前怖いやろ、ほんまに怖い、それは、いや、なんかその電話つながりで僕もそれ思い出しました、何ですか何ですか、あのね、うちにまあまあ詳しく言わんとこ、あのうちの親戚ですわ、の実話なんですけど、実話なんですか、私の聞いたの実話かどうか知りませんからね、まず見たら、これもうマジ実話っすよ、子供さんが、娘さんね、まあ、結婚する前で彼氏さんがちょこちょこ家、今日はその娘さんの家彼氏が迎えに来て、で一緒にどっか寄るから出かける、単車でで行ってきますみたいな感じで気ぃつけてなってこう行くわけですよ。でお母さんもお父さんもママ行ったら、ただね、30分ほどしたら電話がかかってきて、はいはいって、うちの親戚のおばちゃん出たんですよ、旦那さん、彼氏さんよね、ちょっとえらいことしてしまって単車で事故った、でどこどこの辺りで事故したからちょっとすぐ来てほしい、で大丈夫なんかお前は、うちの娘は大丈夫なのか、とにかく来てほしいだって切ったら、その切ってすぐに救急車から病院、救急車から電話って、どこどこの交差点で事故してもう死なれてて、で免許証で彼さんが、即死やった。で、その、もう多分自分もその彼女大事やから、まだ生きてるし、伝えたいから、最後に多分そういう気持ちで電話かけたんちゃうかっていう。すごい、ちょっと涙出そうになる話で。うちらの親戚ではもう、結構ある。ちょっと怖いですよ。いや、でもちょっと涙出そうないい話ですけどね。怖いやん、こうやって聞いたら。うち動物系の話やったらあって、うちの猫とか犬の話なんですけど、孫一孫一は健在ですやん、死んだ子のね、うん、マリタ君っていう、なんでそんな目潤んでんの、いや、さっきすごいいい話やったやん感動した感動し た感動したほんまに感動したから、いい話やったですね、ほんまにね、いや私とこ犬と猫飼ってまして、で猫は家猫やったんです。お家の中で飼ったりしてて、よく脱走して外へ行く猫やったんですね。で、もう犬は20年ぐらい飼ってるから、もうおじいちゃん。20年、うん、ほんまに20年、15年から20年ぐらい飼ってるワンちゃんやって、もうおじいさんやったんですよ。でね、一個の猫が、そのマリタ君っていう猫がね、私が、23ぐらいの時かな、まだ家やってたり、帰ったり帰らんかったりっていう、その何ちゅうかな、一人暮らししたり外へ出たり中へ帰ってきたりみたいな、そういう生活をしてる時なんですけど、ある日ね、私が実家へ帰ったら、その猫がここに大きな穴開けて帰ってきたんですよ、喉のところに、多分蛇かなんかと喧嘩して、ほんで菌入ってこう広がったんじゃないですか、腐ってきてたん違うかな、ほんでその子お父さんに病院連れて行っちゃってなって、私もう帰るから病院連れて行っちゃってなって言うたんやけど、もういつものことや大丈夫、また治って帰ってくるよって言って、だけど1週間経っても2週間経っても帰ってけえへんし、いつもはね2ヶ月ぐらいまではマックス行けたんです、帰ってこへん買っても行けたんやけど、2ヶ月のいつもの期限を切れてずっと帰ってけえへんから、もうあかんな死んだなみたいに言ってて、いやそんな
な死んだなとか言わんといてよとか思ってたんやけど、うん、ほんなら白と黒のワンちゃん玄関で飼ってた、うん、玄関口で飼ってたワンちゃんがねずっとね吠えるんですよ、うん、ある一方一箇所に向かってで長いこと吠え続けるの何日も何日も、うん、もうで死にかけなんですその犬も、うんうん、もう死にかけてほんであかんなってもうこの子もあかんなってうちもペットいなくなるなみたいな感じやったんですね家族全体がだからその犬ももう力尽きて死んだんですけどその時にずっとワン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 泣いてた方向を見て亡くなってたんですよ、うん、でもこれはあまりにも何回も泣くから何かあるんやろうなと思ってで探しに行ったらね猫のね白骨化した死体があったんですそこで死んではったそこで死んだそれはあの家族の人がいつも出入りする玄関の方を向いて猫がこうやって横とわってこの形がほんまになくなっちゃったんですで爪まで綺麗に残っててもうずっとそばにいてて、うん、みんなのことを見てたいと思ったよなと思ってでも猫ってほら姿隠して死ぬんですよ死ぬ時は隠れるからね、うん、って言うけどもこんな近くにいてたの気づいてやるやんかったんやもう涙ボロボロ流して骨ひらってで犬にも感謝ですよね教えてくれてでなかったらもうそれ風化してしまって亡くなってるところやからじゃあこう犬も猫も同時期に似てない私、うん、じゃあ犬は繋がれてる犬やからだけどいや死んだよ同時期ってだからだいぶ経ってから分かったんですよその猫が亡くなってからいなくなってからああそういうことな、うん、そういうことな犬が亡くなるまでだいぶ時期が白骨化してるけど白骨化してるから、うん、でも犬はすごい伝えたかったんやなと思ってずっともうほんま声出えへんのに吠え続けるから、うん不思議なこともあるもんやなと思いました怖いな、うん、怖いこうじゃあのシュウマイの話聞かせていやそれね多分ねやめたしかも GTO の漫画描いてたネタやから知ってるわな知ってる恐怖のシュウマイ恐怖のシュウマイ皆さん知ってますこれ全国ネタやから知ってる人が大半やとそれか知らん人のためにちょっと一個一筆面白いの俺もちょっとうろ覚えでロー覚えも何もシュウマイが一個ずつ そんなネタ明かしたらあかんやん聞きたい人おったかもしれない GTO 見てくださいヘタさんもググったら出てくる恐怖のシュウマイで恐怖のシュウマイでほんとにあんな面白いやつありましたよね恐怖のそれ恐怖の味噌汁じゃんあ恐怖の味噌汁恐怖の味噌汁ってオチね知らん知らん知らんこれもしかして岡崎小学校だけかもわからんぞちょ一回喋ろうよ一回喋ろうちょっと面白い俺たまってるわ、うんないや言ってよ面白いからなおもろないやえ知らんの恐怖の味噌汁ってだけじゃん恐怖の味噌汁の話ってご存知あります皆さん、うん、子供がねお母さん今日はご飯何恐怖の味噌汁よって言って恐怖の味噌汁恐怖の味噌汁よって言うたっていう話なんのおじゃないやろ恥ずかしてようしゃべらんやなよかった最後ねあのいい話でまとまった最後じゃあ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 大丈夫ですあのそろそろでもでもまあそろそろなんですけれども秀、ね、さんなんかあのもう一個怖い話だったりもう一個ね今ちょっと話して思い出したんやけどね、うん、僕ちょうどおじいちゃんの話やけど、うん、僕めちゃめちゃおじいちゃん子やったんですよ、うんうん、で結構その、まあ、いろんなとこ連れて行ってもらったりとかして、うんまあ、僕もともとそのちっちゃい時汽車とか電車とかがめちゃめちゃ好きで、うん、でおじいちゃんの影響なんですそれは、うんうん、おじいちゃんが汽車とか電車とか好きで、うん、でそのおじいちゃんがよくその、うんあの京都とかに京都にあの梅小路ってあるんですけどそこにその汽車が今でもあるんですねでそこに機関車があってでそれを見に連れて行ってくれたりとかして、うん、で、まあ、僕もすごい汽車好きなんですね、うん、で、D51 っていう、はいはい、デゴイチデゴイチで言われる、うん、あの汽車がおじいちゃんが一番好きで、うん、でなんかそれの、まあ、プラモデル作ったりとかいろいろして、うんまあ、すごい好きやってで、まああのー、でおじいちゃんちょっと、まあ、体悪くして、うん、あのちょっとまあ入院してたんですね、うんまあ、僕が高校ぐらいの時に、うん入院しててで、まあずっと見てもらってたんですけど僕が、まあ、たまたまその夕方ぐらいに家で、まあ、ご飯食べながら、うん、そのテレビ見てたんです、うん、でテレビ見てたら、たまたまニュースでなんかその青森の方でもうなんか機関車乗れるみたいなとこ、うん、今実際に走ってるとこあるらしいんですね、うん、でそれがちょうど D51 みたいで、うん、それがなんかその走ってる映像がそのニュースの中で、うんまあ、そのこういうのがありますっていう形でなんか紹介されてたんですよで紹介されてあっこれおじいちゃん好きな電車汽車やなと思いながら、まあ、なんとなく見ていったら、うん、パッてこう画面消えたんですよ、うん、テレビ消えて、うん、でまだその時買ったばかりのテレビだったんで全然何のあれもなくて、うん、で裏見ても何しても、うん、ボタン押しても
つけへんし、ちゃんとコンセントも刺さってるし、うん、ブレーカーもしてないし、うん、なんでやろうと思ってずーっとやってて10分ぐらいやっててもつけへんし、うん、で何がおかしいも全部確認して、うん、おかしいなと思って、ほんで15分ぐらいしてつけたらつ、うん、いたんですよ、うん、ついたわ、なんか接触悪かったんかな、うん、みたいな感じやって、うん、でそれが多分夕方6時ぐらいやって、うん、僕その時まあ 塾行ってて、うん、で塾行っててで帰りには友達とまあ9時ぐらいにもう塾終わって喋ってた時に、その電話がかかってきて、うん、でおじいちゃん亡くなりましたって、うん、電話がかかってきて、その9時ぐらいに電話がかかってきて、そのおじいちゃんが好きやった D51 の映像が流れた時にテレビが消えてたから、うん、あのそのおじいちゃんが知らせやな、そうなんかもう亡くなるっていう知らせだったかなっていうのがあって、ちょっと怖いな、ちょっと恐怖やな、せやけど、まあ、知らせに来てくれたと思うと嬉しいな、まあそうだからそうしたのかなと思ったよ、なんでこう電車を見せやんかったよ好きな電車やのにそう好きな電車やからもういっそのことどこ変えてもそのそれとかおもろかったこっから15分もうずっとその画像のなぜ見せてくれやんかったのかなと、ほんまそっちの方が良かったそうですそこの画像におじいさん入り込んだよ中止って今から行くからなおじいさん、これなんて言うからなーみたいな知らせてくれたんですよね、うん、でも、まあ、まあ、まあ、そうやなあんなこと今はなかったんで、ほんまにでも、虫の知らせってやっぱありますよね、うん、あるね、うん、あるある、うちもおばあちゃん亡くなる時からなんか夢出てきたもん、うん、ありません？やっぱね、うん、あるな、なかった、あ、まあ、あんまり俺ちょこちょこあるんですよ、それは そこはようあるんですよ、うん、あとうちのね、こうあのお母ちゃんがね、うんうん、またちょっとこういう系なちょっとなんか変な見えたりね、この前も親戚のおっちゃん死んだ日に見たことない鳥見たからあのおっちゃん死んだんやって、それ関係ないでもう信じてるわけですよ、信じてるわけよ、新種の鳥見たこの辺にはいてへん鳥が家の上に泊まってた、うん、今度おたら聞いてまた言うからあの人真顔で泊まってた、それはあのその大阪に住んでるおっちゃんが死ぬ前にこっちの里へ鳥の形になって戻ってきたんやっていう自分なりの解釈作って物語にしてんねんけど、それは違うと思うねんけどやけどね、死に際が近づくとカラスが近くに寄ってくるとか言いません？へー、そうでもうちのおばあちゃんの妹がいっぱいカラスが家にな、そうそう、刺繍がするからって言って、死ぬ前に、そう、もうこの人は亡くなると思ったら、うん、もう昔なんか匂いとかしないじゃないですか、うん、お家でいるでしょ、うん、その匂いがするのか、カラスがうわーってめっちゃ寄ってくるって、もう家の近くが真っ黒になるぐらい、だからもうカラス来たらうちのおばちゃんものすごく嫌うんです、それがあるから、うん、ね、うん、まあでも言うわね、家にカラス飛んできたらとか言うわね、乗ったらね、縁起得ないとかね、あ、そうなんだ、あんまね、なんかカラス見たらイーって感じ、威嚇してんのかちびこねちびこいてるんですかねそのネタで言うと、昨日あのちょっと横乗せてたんですよ、あの、うん、ちっちゃい子ね、ワンね、ちびこね、うん、で走ってたら前から霊柩車がね、それ違って危ないわ、エビに威嚇してたからなんとかセーフやったわって何がセーフか分かれへんねんけど子供ってそんな親指隠すとかね、いろいろジンクス系とかもね、今度やりたいですね、面白いですね、ありますもんね、いるって言うんだけど危なかったよでもほら、親を先になくしたらあかんからっていうジンクスがあって親指を隠す、あ、そうだ、うん、うん、なんか今日はちょっといいね、物知りみたいな、賢いキャラ、ちょっと縦に帽子かぶってないでインディーちゃうでみたいなインディーカメです結局全部落とすからせっかくあげたけどありがとうございますそろそろもうお時間となってまいりました、はい、今日はどうでしたかね、誰が聞いたのその、どうでしたか皆さんにですよ、それはちょっとエラー汗もかきましたよ、暑いし、いや汗もね、ちょっとまさもなったけど、うん、寒かった、間に合ってよかった十字くん、間に合ってよかったです、ラストチラリだけで終わった、どうしようかなと思ってでも履いてくときこの辺付き合うみたいな連絡がないうわーってこのタイミングで入ろうかなと思ったけど、いやいやいや、普通に入ってきたからさせーみたいなどうでした皆さん、今日本当に怖かったですよね、もっとあのいろんな話したかったんですけれども、うん、今日はこういうここまでね時間が来てしまったのであと5分ということなんでね、うん、はい、でも意外とありましたね、ちゃんと喋れますね、喋、うん、れますね、ちょっとゆうすけさんがいないと閉まらないのかと思いきやいやでもやっぱり閉まってないよ、ね、やっ
いりますよね。いててほしいですよね。それはいますよ、ね、でも全然違いますよ。でもゆうすけさんいないと意外とあのそこのマリコさんとしゅういちくんが喋るんだなっていう俺がやらねば、ね、そうみんな頑張るっていうね、責任感がね。そう、それゆうすけさんが仕組んだことですか。そういうことです。俺がいてたら喋らんから。で今度ゆうすけさん来てる時3人全く無言でずっと喋ってます。ずっと3人で LINE でやり取りしてここで今の話も結構いけたな今の。流したらいいんですよ、視聴者の方に。リンクできたらおもろいね。おもろいね。ね、あ、そうですよね。ひな壇でもずっと LINE でなんか、ね、心のつぶやきせやせやとかそれ違うやろとか、たまにスタンプでカッとか。でもね、あの視聴者の方にあの見学していただくっていうことも考えてますので、もしそういうご希望とかありましたらね、こちらの方にお寄せいただいたら、もしかしたらここの会場に見に来ていただけるかもしれませんので、ぜひご応募いただければと思います。ここまで、ここまでですね。出てますか？出てません。広告今日はほんで実はね、スタッフさんの計らいで枠がホラー枠に変わってたんです。知ってる、さっきビール違ったでしょ、うん、あれはあのわざわざ時間かけてやってくださったんです。すごい。音楽も作ってくださったんです。あれ作ったんですか？すごいかった。そうなんです。あれちょっと来年、もう今日だけのためにですよ。来年あのサマーフェスに貸してもらいたいね、うん、あの音楽ね。ぷっちゃんぷっちゃん、怖かった。怖かった。え、笑う、マジで言ってた。聞こえた、聞こえた、もうめっちゃ怖かった。ドアの音とかも怖かった。なあ、それはね、あの先週スタッフさんとお話しさせてもらって、ゲストのみんなにもちょっとあの冷や汗かいてもらうサプライズを用意したいのでということでお願いしてると、私が東京行ってる間にも、ね、一生懸命頑張って作った。東京行ってたんですか？東京行ってた。それお土産じゃん。かぶれてんじゃん。言うた方がええかな。別にかぶれじゃん。遊びに行ったわけじゃないんですよ。いろんな広告物を見に勉強に行ったんですけど、うまい、いや本当やって。誰も信じてないよ、テレビのみんなも。いやいやいや、ほんまにね、あのでこれを見上げてきたんです。そうです。で仕事やって仕事デザインってほんまにすごいんですね。まあそれを話し出すと意外と長くなってしまうんでね、私ね30秒ぐらいかかると思う。2分か。いや次回の告知しないと。ガッツリしゃべったら30秒かかるんで、もうやめてください。あの告知するにこのフェイスブックを見る私もどうかと思うんですけれども。すごいね。さっき画像見せんのもこんなやってさ、自分の電話でこんなやってカメラでこっからも出えへんかった。いやいや、あの次回は8月23日です。8月23日金曜日、通常バージョンでお届けします。はい。それと、9月になりますと、1ヶ月に1回の形になりますので、はい、今度からは9月の27日、しかし1時間という枠になります。はい、うん。今、ちょっと申し上げます。これ今、テレビの皆さんだけじゃなくて、僕らにも告知しましたね。そうです。じゃあ、これで終わらすんで、僕らが分からなくなるんですよ。分かります？はい。きっちり、はい、もっとね。これ今日送ったんですよ、ほんで。先すぎるのよ。